今年の現役ドラフトは12月9日に開催される。18日に行われた日本野球機構、NPB と日本プロ野球選手会の事務接触で確認された。やり方は過去2回と同じ。選手会の森忠人事務局長は、当初から3年やってみて、いろいろ検証しながらというところだったと説明した。中日細川、阪神大竹、巨人を超え、DNA 佐々木。 日本ハム水谷など、移籍先で活躍する選手が続いている。森事務局長は、結構、埋もれている選手も出てきたと成果を口にした。ただ、第1回、第2回とも、各球団1巡目までしか指名が成立しなかった。2巡目、欲しい選手がいたら、何か手当てがないかと改善点も指摘した。